から数日経ちました。今度お母さん来た時に脇目取りをしてもらいます。さもいい感じですね。これが分かりやすい。この色も問題ないし、この一番下のこの脇目ですね、これはミニトマトなので2本仕立てにするので、これは茎取ったらダメです。いや、脇芽取ってって。これ取らんでもいいんじゃない？取らんと大きくならない。あれ、これ重ねて切った方がいい。いや、こんぐらいの大きさやったら手でいい。10うん、手前にして奥にしたらポキポキ取れる。今日ちょっと曇りっぽいけど、これいいかな。これは取るな。うん、今日曇っとうやん。これいいかな。これ、うん、これも取る。それも大丈夫でいいんか。うん、ここはもういい、いいや。うん、これは、ね、明日は取らないけん。これこれも、うん、脇芽全部取らない。この一番下の下のこの脇芽は残す、うん、これミニトマトやけね、うん、大玉トマトはもう一本仕立てでするけね、うん。これ晴れの日やないとダメやけ。なんで？傷口からバイキンが入るけ。ああ、なんだ今日ダメ。病気になる。今日まだ曇りで雨降ってないけ、うん、乾燥しとけ大丈夫。なんかの下は取っちゃいけないね。こことこれ持つの？うん。うん、取っていいよ。もったいないけど。だったら、刺し取ったらなるよ。もう決め取りよったら、手が真っ黒になるよ。あ、そうなんだ。暖かくなったらどん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 出てくるけど、どん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 取らないけ、うん、何回も出てくるけん、脇、うん、バジルが大きい。トマトの匂いがする。ほんと、うん、見てバジルが。マリーゴールドがめっちゃ綺麗やね。うん、あの向こうのあそこも電柱のところも昨日また植えたんよ。あ、植えた。そうそう、いっぱい余っとけさ、うん、イケが取るやつ、さすっげー酸っぱいながら。あ、ちぎれた。いいよ。白いのは絶対あげるなよ、イケル。白いのはイケルがさ、白いの落としてきたら絶対食べるんだよ、うん、病気やけん、もう